上り線駐車場から、つくばエクスプレスを望むドックラン森谷サービスエリアは、茨城県森谷市、大岡市は、野木先にある、常磐自動車道のサービスエリアである。東京方面へは、最後の SA、水戸、岩き、仙台方面へは、最初の SA となる。また、上り線施設頭上の効果を、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが通過する。 2013年から15年に上下線ともリニューアルが進められた。上り線はリニューアルオープン前まで店舗部分は仮設にて営業し、2014年3月19日にパサールモリアとしてグランドオープン。下り線も同様のリニューアル工事を実施。工事期間中は仮設店舗での営業を行った上で、2015年7月1日にパサールモリアとして グランドオープンした。2014年3月19日にパサールモリアとしてグランドオープンした。東 SA の改修工事は施設リニューアルに伴うものではあるが、首都直下地震などの大規模災害時に防災拠点として活用するためでもある。大規模災害が発生した際には自衛隊や消防、医療機関など緊急出動機関の前線基地となる場所を提供し、 被災地への支援拠点としての役割や緊急出動機関が情報共有する場所としての機能を担う。前日の通り2014年1月よりリニューアル工事が行われ2015年6月まで仮設店舗で営業された。この間はスナックコーナー、ショッピングコーナー、スターバックスの仮設店舗が設けられ工事を機にレストランは閉鎖された。 同年7月1日にパサールモリアとしてグランドをオープンし、食事は全てフードコートスタイルとなり、レストランは設置されていない。ありがとうございます。